はい、えー。ドリームアカデミアのですね、9月分ですね、えー。こちら、フォローアップ勉強会。こちら、フォローアップ勉強会の、えーっと、もう2021年ももう終わりますね。10、11、あと3ヶ月で、えー、終わるわけなんですけども、2021年ですね。えー、今回の、えー、追加した講義がですね、セールスライティングの講義になります。セールスライティングの講義。まあ、セールスライティングは、 えーまあ、大事ですよね。まあ、お金に直結することなので、まあ、一番何が大事なのかっていう、まあ、ドリームアカデミアでいろんなセールスに関する講義っていうのはたくさんあるんで、まあ多分ね、このドリアカのこの、うん、セールスに関してはね、ここも、えーえー、究極のセールスだったかな。この究極の100万円稼ぐための準備、究極のセールスショーで、まあ、こ,れここでも言ってますんで、まあ、これ見てもらえばいいと思いますけどね。 このセールスね、はいまあ、他にもフォローアップ勉強会でセールス系の多分いっぱいあると思うんですけども、まあ、今回ライ,ライティングですよねライティングはいでセールスしていく上で、えー、ライティングどういう書き方あどういうことをやっていかなければいけないのかっていうのをかなりね結構そのまあ僕ももうあとちょっとでドリア化運営してきてまるっと5年になりますけども、まあ、これまでね熟成さんからいろんな悩みいただいて あのー、まあ、そこを、を、み取って、ま、いろいろとお話ししてますんで、まあ、今回もね、なかなか良かったんじゃないかなとは思うんですね。うん。なんで、うまく、まあ、売り上げが作れてないっていう方は、多分、ここで言っている講義で、僕がここで言っていることがね、多分できてないです。で、ここの講義で、この講僕がね、この講義で言っていること、まあ、あと文章もバーって書いたんで、これもちょっと見てほしいんですけど、まあ、ここで書いてあることだったりとか、まあ、講義で言っていることが、 できればん、ちゃんとやってれば売り上げは必ず上がる、上がるはずです。はい。てか僕はそれで上げてきてるし、えー、なんだろうな。えー、売り上げを上げてる熟成さんはこれをやってます。はい。逆に言うと、これをやれてないんだったら売り上げが上がってないんじゃないかなというところですね。 まあ、お金に直結するとこなんで、しっかりと勉強していただければなと思います。はい。えー、それではですね、9月のドリアカの講義の方を追加しましたので、お知らせさせていただきました。ありがとうございます。